うだごいきっさー名古屋リーダーチチューブなごみでございます。えりでございます。はい、名古屋リーでございます。はい、はい、ようこそようこそようこそ。あれ先週やったっけ、お休みした。あ、先週やった。そうだ、2週間ぶりでございますね。すいません、大変申し訳ありません。はい、元気でしょうか。はい、元気です、ね、世間はゴールデンウィークに入りましたけれども、入りました。えりさんはゴールデンウィークは予定は特にありません。はい、ないそうです。はい、終了。私ゴールデンウィークってお仕事してる方が多いので、うん、あ、まあどこ行っても混むからね。混むからね、私は休まないんです、うん、逆に。あ、そうですか。あの夏休みとかお盆休みとかもずらして取る方なので、はいはいはい、あ、なるほどね。基本的には、うん、あの休まない。なるほど、仕事してた方がいいかな。そっか。いや、すごくいいのよお盆休みのお仕事って、うん、あ、そうなの。なんで人も都心少ないじゃない？お盆休みはまさか、うんうん、そうで、会社も会社で、うん、あのまあ、その当時ね、うん、ちょっとあの企業に勤めていたので、うんうんうん、その時ももう誰もいないのよ、うんうんうん、だけど会社は営業してる、会社はやっているけども、うん、人がそんなにほらやっぱりいないわけですよ。なるほどね、うん、でも完全な休みじゃないから。そっかそっか。私は出ていたんですけど、うん、もう人もいないし、楽だし、楽だし涼しいし、うん、でなんだったらその混雑が終わった後に旅行行けるしみたいな。そうです。なるほどね。でそれでいつも行ってたんです。そうかそうか。9月とか10月に休み、夏休みを取って、うん、長期で、うん、ちょっと飛行機でブーンとね行ってたんですよ。なるほどね。そっか。それがずっと身についちゃってる。あ、なるほど。あ、じゃあ、うん、今回のゴールデンウィークも特には、まあ、仕事をし、そう、まあ、でちょこちょこ休むよ。それはずっとじゃないけど、でからどっか行くと。どっか行きたいかな。まあ、そんな感じなんですね、うん、皆さんいかがでしょうか。ね、本当だね。さあ、あの我々ですね、まあ、我々というか私はですね、はい、昨日アップしました、うん、なごみの2畳半フォークアップされてたね。アップしまして、でこれ何かと言いますと2畳半フォークっていうのは何かあるの？あのね、うん、フォークソングっていうと4畳半フォークっていう言葉が結構まあ知られてるのが有名というか、なんかこう私のイメージでは3畳一間っていうイメージなんです。3畳一間の小さな下宿に、それ引っ張られすぎだと思う、それは。だから神田川だね。なんかだからそのイメージが強すぎて。あ、まあまあまあ、それもありますね。基本的にフォークソングを歌っている人とか、うん、はいはい、まあ、三畳一間かと思ってたの。ああ、そうなんだね。なごみさんも三畳一間に住んでるのかと思ってたの。なんでだよ。お風呂なし、お風呂なし、ね、トイレ共同。あ、トイレ共同ね、あるね、うん、そういうのにちょっと昔俺の知り合いがそこに住んでたよ。住んでた住んでた、池袋にね。池袋？場所いいね。 なんとかそうっていうね、もう名前をね忘れちゃったの。そう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 、丸々そうで、そこがね2階建ての木造で古臭くて、え、待って、今あるのかな、今あるのかな、わかんないけど、やだ、そう、そこにねいてね、絶対女性は住めないな。トイレだけ共同で風呂は銭湯だよね。出た、そういう時代があったんだねみたいなね。でも今でも残ってるのか知らないよ、うん、そういう生活されてる方いらっしゃる。まあ、そういうこのフォークソングっていうと、うん、まあ、まあ確かに神田川を引用すると三畳一間なんだけど、大体、ね、うん、この四畳半フォークっていう言葉が結構流通してるのね、うん、で私 の, あのスタジオが、うん、四畳半もないんですよ、うんうん、あの上のね、そう、うんうん、ピンクのね、はい、名古屋入りスタジオと言いますが、はい、そこがですね狭いんです、うん、天井がもう近いんです、うんうんうん、でだって中腰じゃないとあれ、そうなんです、無理だよね。無理なんです。でそこが2畳半ぐらいしかないんです。あ、そうね、そこで歌ってるから2畳半フォークという、ね、そういうコーナーを作りました。これ気まぐれです。はい、あ、でも何、ね、まるまる半じゃなきゃダメなの。そうそうそう、あのね、3畳フォークじゃダメなの。3畳フォークじゃダメなの。ダメなの、うん、やっぱこうまるまる半がいいわけね。やっぱ4畳半フォークだから半なんだよね。3畳半でもなく、この2畳半、半が、うん、叙情的であるんですね。なんかわかるよ。わかりますか。わかるわかる、うん、これがなんか叙情的な感じなんです。そういうことか、はい、なんだったらこう哀愁を漂うような、 そ, う、ね、そんな空気を漂う、うん、2畳半ってどうなんよってね。まあまあそんなこんなでね、その2畳半フォークというのを気まぐれでアップします、うん、はい、わかりました。でそれはあの動画ですから、
あでコメントなし、そうでしたね、そう喋りなし、うん、もうただ歌うだけ曲と、はい、でもなごみさんそのギターの、ね、弾いている姿もよく、見れると思うのでそう、ね、なんかね、うん、いいじゃないですか。で本当だったらこれを歌詞とかにくっつけて、うんね、なんだったらその上にコードとかくっつけて画面を見ながらみんなでこうギターをほら弾ける、あその青春時代にね、その友達の家にギター持ち込んでみんなでこう歌ったって、あの青春時代を思い出すかのように、うん、いいね、ね、俺今テレビで YouTube とか見れるじゃん、見れる見れる、だからテレビの画面でこう向かい合いながら俺とね、なるほど、向かい合いながらその歌詞とかコードとか載ってたらそれ弾いて歌えるじゃん、あやってよっていうのをやろうと思ったんだけど、うん、動画の編集って大変ね、大変でしょ、私がやってたんだよずっと私大変だと思って、何よやめたの、これ大変だと思ってだってこれを1曲とかだったらいいよ、でもこれをシリーズでこうずっとつなげるって言ったら、例えばじゃあそれでさだまさしさんの親父の一番長い日やりますって言ったらどうするよ、あ長いわそれ、いや私無理、そんな12分半の歌詞をバーッと書けないよ何日かかるのよ、無理無理無理、あのやっぱさパソコンが私たちはないじゃないですか、うん、まあ、パソコンあってもなくてもら大変、動画作るって大変よ、いや絶対パソコンの方が楽だと思うよ、知ってる、あの YouTuber だってたった5分の動画、うん、10分の動画を作るのに何日もかかるんだからね、ご苦労様です、編集でね、私たち楽させていただいちゃってる ね, そしたらね、なのであの教本持ってきてください教本持ってあでもそれが一番いいよ、ね、そうそうそう、うん、あの立てかけてね、なごみが弾いてる姿とかどうでもいいから、うん、教本持ってその歌詞カード、まあ、教本じゃなくてもいいよね、まあ、スマホでもいいかもしれないよ、ね、その今回カモの流れにをアップしたんだけど、カモの流れに歌詞って打つと、ね、出てくるから ね, ね、まあ、それでやってもらえたらいいなと、 そ, うだ、ね、それはいいかもしれないというところです、うん、はい、なので、ね、このシリーズ化、はい、していきますんで、うん、でここ気まぐれなんで、うん、適当な時にアップしますんでなのであのチャンネル登録しといてくださいね、あお願いします、通知もオンにしといてくださいね、しといてね、そうするとあ二畳半フォークがあアップされたんだみたいなね、そんな感じになりますん で, そうです、ね、これよろしくお願いいたしま す, お願いします、はい、さあそして我々ですね、うん、このただただ2週間休んでたわけではございません、はい、はい、我々宣材写真を撮ってまいりました、はい、いやいやそうでした、はい、まだねちょっとね、データが来ないんですけども、そうですね、はい、またこれ詳細が分かりましたらね、ちょっとご報告させていただきますが、あまりにも急すぎて、もう髪の毛も切る暇もなく、はい、なんか良かったのかしらあれでって私今ちょっと後悔してますけど、良かったですか、大丈夫ですか、まあまあいいんじゃないですかね、まあまあまあ、でも楽しかったね、そう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 、うん、ね、今回だからそうやってね、清瀬の間ね、うん、スタジオで撮らせていただきまし た,、はい、また詳細はまた後日ご報告するとしまして、そうですね、Facebook の方にはもう、はい、一度出しましたので、そうですね、はい、見ていただければと思います、はい、エクボの記憶、うんうん、のフォトグラファー、はい、ゆうきさん、ゆうきさん、はい、ありがとうございます、もう無茶ぶりをよく引き受けてくださいました、本当だよ、私たちのうるさいこの会話をね、はい、よくぞ受け止めてくださって、ありがとうございます、パシャ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 撮ってくださいましたよ、本当にありがたいです、ちょっとデータが楽しみですね、そうですね、うん、はい、それを今後ね潜在写真として使わせていただければと、で、ね、あのね、そのゆうきさんが一緒に動画で、うん、カメラを撮りながら、内側を撮りながら、うんうんうん、自分の携帯スマホで、うんうん、動画を撮りながらこう、うんうん、やってもらったんだよね、うんうん、で、一番最後、まあうんね、あの写真撮影が終わって、はい、その後に何かこう思い残すことはないですかみたいな、なんかこう、はい、こういうの撮りたいとかありますか、うん、ありますかって言った時に、うん、あたかも私は、うん、自分の写真ではなく、うん、エリさんの写真でもなく、さっきちょっと撮ってもらった動画をもう一回撮ってもらっていいですか、信じられる写真を撮る方に、すみません、もう一回さっきのちょっと動画の部分あれ消していただいて、写真のデータと関係がないっていうね、関係ない時、そうそうそう、爆笑してましたよ、なぜならね、ちょっとそこで歌った曲がちょっと暗かったね、それかエクボの記憶のそのスタジオがこういう暗い人間がなんかこう来てるんだと思われたら、そのほら お店の雰囲気に合わないでしょ、まあね、でもね、だからこうなんかこう
明るい曲をと思って幸せな手を叩こうにしてね。そこって言っちゃったもんね。そんなこんなで、まあ、そちらも楽しみにしといてください。はい、しといてください。さあ、そしてね、ちょっとね、今日、リクエストが入っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームがスカウトマンさんでございます。はいはいはい、はい。これ YouTube のコメントに来てください、ね。はい。ザ・ワイルドワンズの思い出の渚歌ってということで来ております。コメントありがとうございます。ということで、今回はギター1本ですからね、アコースティックバージョンでいきたいなと思います。あ、またなんか雰囲気変わるかも。だいぶフォークです。2畳半フォークを引きずっておりますでは聞いてください。ザ・ワイルドワンズで思い出の渚。ありがとうございました。聞いていただきましたのは、はい、今回リクエストでございます、うん、ザスカウトマンじゃないですか。いやスカウトマンさんがザスカウトマンってすごい強いなんか映画のタイトルみたい。ザスカウトマンとか交互期待みたいなすごい映画になりそうだね。大変失礼いたしました、うん、はい。スカウトマンさんからのリクエストでございます。ザ・ワイルドバンズで思い出の渚聞いていただきました。いやなんかテイク2しようよこれ。いいですか。いいよザ・スカウトマンさんありがとうございます。いやすごいおとなしい感じの。そうですね、いつもだいたいストロークで弾いてますから ねだよね、うん。なんか雰囲気良さそうで、良さそうというかいい感じに仕上がるんですね。だいぶなんかおとなしいフォークな感じになりましたけど ね、うん。これはね、去年ですか、去年の7月かな、うん、に東九州の東部地域センターで歌った時に、はい、これをね歌いましたね。そうですね、ギタリスト若菜のぶゆきさんに。そうそう、だからそのイメージが強いので、はい、あれみたいな。コーラスも入れてもらってね。うわなんかおとなしい感じになってましたけど、だいぶちょっと自分的には物足りないね。あこんな風になるんだなと思ってね。そうそうそう。あそう自分でもね。自分でもあなんなこういう感じかと思って。こういう感じかって。まあまあでもね。
まあでもまあ、しょうがないかというか、まあいいかと、うんうん、はい、わかりました。で、あの歌声喫茶名古屋入り思い出の渚で検索しますと、はい、その前に歌ったあの動画付きのものがね、あの立って弾いて歌ってるのもあったりするんで、うん、でもあのそっちの方はね、片方からでしか音が聞こえないというね、そういう時代だったんで、そのね、シックハックしてたのよ、あの当時。なのでちょっとそっちはそっちでまた物足んない感じで、どっちにしても物足んない感じになるかと思うんですけど、あの、ね、スカウトマンさん、これでよろしかったでしょうか。もうありがとうございます。すみませんです。また聞いてください。よろしくお願いいたします。お願いします、ね、さて、なんかあの、はい、エリさん、はい、いろいろと我々あのイベントが決まってまして、いやそうなんです、はい、イベント決まっております。ですね、ざっくり、はい、ざっくりいきますか。いきますと、まず6月ですね、はい、6月の4日に、はい、これあの東久留米で、うん、ケーキ工房シャモアでこうずっとお世話になっていたケーキ屋さんがあったんですが、はい、それが沼田に、はい、群馬県沼田市に行きまして、ね、はい、行きまして、まあ、帰ったという、ふるさとに帰ったと、そうですね、シャモアのお二人がね、はい、でそこで、5月に、うん、5月中にまたオープンすると、シャモア沼田店をオープンするということで、はい、で、あの6月4日の日に、ね、私たち歌声喫茶名古屋入り、はい、名古屋入りでコンサートをしてほしいという依頼をいただきましたので、はい、6月4日、日曜日、はい、はい、12時オープン、12時オープン、1時スタート、1時スタート、3時までということで、はい、行います。わかりました、はい、これはあのシャモアさんの、まあ、ふるさとに帰ったってことですね。そうですね、でふるさとに帰ったと同時に、うん、エリさんや、うん、エリさんのお母さんとしてもまたふるさとに帰るというか、うん、そうなんだね、え、これまた素晴らしい、いや、なんかすごいつながりなんですけども、うん、私の祖母の家が、うんうん、群馬県沼田市なんですよ。はいはい、うん、で、あのシャモアさんのね、お家と、うん、まあ、近いと、うんうんうん、ね、またそれまたすごい縁ですよね。なので、うんうん、あのそれはそれでね、私たちもまたちょこちょこと行こうかなと母とも話はしているんですけれども、はいはいはい、なるほど、はい、そうなんです。なので、うん、そこでライブをさせていただきます、はい、でその詳細なんですけども、あの簡単なんですがフライヤーを作りましたので、はい、あのまあ、SNS 等で発信はしていきますけれども、ちょっとYouTube の方にもちょっと載せてみます。差し込めるかどうかやってみましょう、ね、はい、じゃあ、はい、私があのドンって言いますから、そしたらここにもう表示されてると思います、表示されてなかったらできなかったんだなと思ってください。もしも涙で文字がにじんでいたら分かってください。そんな感じでございますけれども、それが6月4日、はいはい、いやドン言ってよ。あ、ドン、いやいやもう。まあ、それはいいんですけども、はい、そして7月の30日になりますと、うん、東久留米東部地域センターがありまして、はい、そうですね、これ去年もやったところですね、はい、そして8月の5日は門前祭り、はい、これあの駅前、東久留米の北口商店街、はい、駅前の商店街とそれから門前祭りの合同ということで ね、 で、はい、我々の方は門前祭り側でステージを立てて、はい、まあ、ステージを立てて、まあ、簡易的なものですけどもね、はい、そこで、イベントをやる予定でございます、はい、ございます、はい、そして8月の20日これまだあの、うん、確定、ほぼ確定なんですけれども、詳細は全然まだなので、うんうんうん、またそれは後日っていう感じになってしまいますが、これも東久留米の、うん、地域センター、はい、で歌わせていただくという予定になっております。そうですね、はい、でそれ以外にもね、また、前に出ました、うん、あのドイツ村、あ、そうですね、東京ドイツ村、ドイツ村、うん、まあまあ これからの時期雨降りますから、どうしても蒸れますからね。まあ、その時はあの除湿器をつけていただいて、いいのかなと思いますけれどもね。ドイツ村、ドイツ村ね、うん、本当に、はい、今のドイツ村のスタッフさんみんなずっこけてます。ずかーって。なんで今言っちゃったの、ねえ。はい、ね、私のザ・スカウトマンさんがずかーってなってるかもしれないですね。だからそれはちょっとかっこいいからいいじゃん。あ、そうかそうか、ドイツ村って。まあね、そんな感じでこうイベントもね、はい、ありがたいことにどんどん決まっていっております。ありがたいですね。またの近くなったら SNS 等で発信していきますの で、 そうです、ね、あのぜひ、あ、行きたいよ、聞きたいよという方はね、うん、はい、あのメールですとか、そうです、ね、コメントですとかで教えていただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、ということでね、なんかエリさん、あのいろいろと、うん、あの恥ずかしい思いも最近されたというのもちょっと聞いたんですけど、いや、そういう
もう振らないでくれるそれ。どういうことですか。勘違いなんだよ、ええ、もうね大きな勘違い、はい、ただ知らなかったことがすごく恥ずかしいっていうので、うんうん、あのね、まあ私犬飼ってるじゃない、うんうんうん、でね、あのいつもカットとかさ、うん、お願いしてたんだけど、うん、今回、まあ、カットじゃないや、あのシャンプーお願いしてたんですけど、うん、シャンプーは自分家でやろうと。なるほど。私が今やってるんです、うんうん、でワンちゃんのシャンプーを自分家でやって、でも爪切りと、うん、もう一つね、まあ、これがちょっと間違えてたんだけど、うん、肛門腺絞りっていうのがあるの。肛門腺絞り、はい、でそれは自分でできないから。あ、なるほど。病院に行ってお願いしてる、うんうんうん、でずっと私、うん、爪切りと肛門絞りお願いしますずっと言ってたのでずっとでも言いづらいっていうか嫌だったの、その肛門絞りっていう言葉が恥ずかしくて、うん、自分が言うから。あ、そうだったんだね。なんでそんな変な名前なんだろうってずっと思ってたの、うんうんうん、だからこの前その看護師、動物の看護師さんが、うん、じゃあ爪切りの方と肛門腺絞りしておきますねってさらっと言ったのよ、うんうんうん、なんか違和感があったの、その肛門腺絞りに、うんうん、肛門腺絞りって線が入ってると思って、うんうん、で嫌だと思ってあれ私もしかしてずっと線なしで言ってたと思って恥ずかしい、超恥ずかしくなっちゃって、お散歩行くときにどうすんのと、うん、これからどういうこと。だからまたお散歩行って病院行くでしょ、うん、ね、ルンルンで行くわけですよ、うん、ルンルンで行くわけですよ、はい、もう言うのが恥ずかしくなっちゃうじゃん線なし線なしって思っとかないと、うん、あ、線なし、線ありなのよ。だからほらそらこういうことよ、またなんか言っちゃうじゃん。まあ、だってそれをずっと言い続けてきたわけでしょ。そうだから今までのその自分の習慣が、そう、線なしだったわけでしょ。そうだからどうするんですか。線ありに線それえ、これありません？ワンちゃん飼ってる方なんか間違えてたことない？まあ、ワンちゃん多分絶対あると思うんだけど、飼ってる人に、まあ、限らずね、なんかこうずっとこうだと思ってたら実は違かったみたいな。あると思う。あるよね、その生活の中でもね。恥ずかしくって、もうね、さあ、もうごめんね、ミミちゃんごめんねって、こんな恥ずかしい飼い主でごめんね俺ね、あのね、ずっとね、今は違うよ、今は違うけど、うん、二十歳ぐらいの頃は、うん、ほら家系ラーメンってあるでしょ、うん、あれは夜系ラーメンだったんですよ。夜系ラーメンって知ってるって俺普通に言ってたからね、友達に。かわいいもんよ。夜系ラーメンって知ってるか、夜系ってなんだ。いや、かわいいもんですよ。いや、なんとか屋とかあるだろ、ラーメン屋です。あ、家系だろそれみたいな。あれは分かんないよ ね言われてみないと分かんない。温州みかんって俺ずっと言ってたから。あ、でもそれは分かる。あ、分かる？言っちゃうよ。本当に？そのまま温州って言っちゃうよ。温州言うじゃん。温州じゃなくてね。言っちゃう。ねえ。うん、絶対言っちゃう。あとはね、和三盆菓子を和味盆だと思う。和味盆だからあの、なんかあの、ウルトラマンのこう怪獣でいそうでね。なんかあのキャラクターじゃん、和味盆。カネゴンとなんか、和味盆みたいな。どっちが強いかな。カネゴンと和味盆、どっちが強いかな。ねえ、あ、でもワミボン可愛いな。そうそう、ワミボンね。なんかそういうお菓子があると、まあ、だから多分これを聞いている方もこう思ってたら全然違かったっていう。いや、あるよ、絶対あると思う。言って、まあ、確かにその肛門絞りっていうのはちょっとちょっとね、それは本当びっくりしちゃってさ、ね、恥ずかしすぎて。あ、そうですか。普通に言っちゃってたからずっとまあまあ、この声の大きさで、まあ、まあそれはねきっとね、そこにいらっしゃった他の方たちもね、肛門絞りみたいな、どんな絞り、ね、お客さんもびっくりしたよ本当にね。もう今度言おう、まあまあ、なんか私すごい勘違いしてましたって、すいませんって、線なしでずっと言ってて、そうですね、じゃあそれはもうあれですね、うん、あのライブでもそのライブトークのネタで使ってくださいね。よろしくお願いいたします。ワンちゃん飼ってるあるあるだと思ってるけど違うと思うよこれ
私だけかもしれないからね。じゃあなんかそのアンケートで、はい手挙げてみたいな、ずっと肛門絞りって言ってた人手挙げて、その人には何かあの特別なものをプレゼント。本当だよね、ひどいよね。ね、それは痛いよね、やだよね。まあ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 、よくありますよそういうのはね。ちょっとこう恥ずかしい失態をね、はい、さらけ出しました。そんな感じの2週間でございました。はい、ということで歌声喫茶名古屋ラジチューブ。じゃあ次は何を間違えよう。やだ。